です。おはようございます。誰？今日はみんなにある企画をやってもらいたいと思って天の声が初参上しました。誰？天の声だって言ってんだろ。だからいつもやっとバレちゃうから、ちょっと今日は声を変えてきました。誰じゃないんだろ。誰？今日はですね、はい、僕たちの人気企画、目隠ししながら踊ってみたのエスペスバージョンでいきたいと思います。そうなんです。なんだろ。なんだろ。今回はね、本当に3人の代表曲であるありふれた世界征服で3人で踊ってもらおうかなと思ってるんだお。なるほど。結構初期に出した曲。そうですね。あれ結構やり込み具合も半端ないし、きっと3人だったらうまくいくと思うんだお。そうですね。ライブでもたくさんね、やってますからね。なの、うん、な、なの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 、早速やってみるんだお。やだよ。やだよ。やだよ。行くんだお。じゃあみんな3人とも目隠しをするんだお。おーい。フーシー。フーシー、目隠し。目隠しないの？目隠しないですね。誰か？真ん中持ってない。今日はないんすよ。あ、ないのか。あれはないんすよ。あ、でも急だったからね。どうするんだよ、お前ら。どうしよう。あ、わかった、わかった。はい。え？え？いつも2枚がさ。え？そんなの、え？おかしいだろ。2枚がさ。です。お前、おかしいぞ。お前、変なやつだぞ。ゴイド先生が3人。それじゃあ、早速やってくんだお。あ、ちょっと初期位置は知りたい。これです。横位置でしょ。横位置だよ、最初。これ壁。もう始まってる。初期位置はそれでいいんだお。まあ、大丈夫です。壁と鏡蹴らないで頑張りましょう。それでは、ありふれた世界征服、目隠しして踊ってみた。レディー。外してください。これやべえぞ。あれ？これやべえな。
服が。なんで俺、これ誰の服が。ここがビニールこれ俺の服ビニールコムだ俺の服だこれあの、すいません、めっちゃ踏んだどういうこと言わないね服を囲んでね、儀式みたいな一回見ましょう一回見てみましょういいっすね、いいっすねここ怖かったもん頭つかめなかったつかめて、はいお、いいじゃんここお、いいじゃんここ結構いい感じじゃないいい感じ、いい感じあ、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 振りが振りがあ、でも謎の一体感あるおーおーすごいあ、でも怖かったこいやられてんすこいやられてんすこいやられてんすてねえじゃん横にいないんだねもうすでにあのね声がするところでもうなんかちょっと判別してきてるこの辺からはなんでもう俺の服俺の服顔の歌舞伎どこ向いたんで確かに放射状にやば最後のこの一体感俺好きだけどはい、はい、ということで、メーカー的アニフォーカー世界選手、いかがでしたか、3人ともさっき言ってた思ったよりやばいかもしれない、これは怖いね、やっぱちょっと練習した方がいいっすよ、ね、お前が言うかあの、ね、練習とかじゃないね、これはまあでも、トゥースがね、普通に振りを見せてたメーカー的したら問題じゃなくてアリフレタ苦手なんや構成がね、いろいろある分で、ね、移動でいろいろあってね最終的に全員がね、放射状になる1個のショーケースみたいな感じ360度式のねどうですか目隠ししてみてちょっと熟練度とかどう思いましたまだまだ今後はちょっとこう目隠しして、ね、アリフレタが普通にショーケースできるようにならないとやっぱワンマンとかね、乗り越えられないですからねワンマンでいつか目隠しで踊ることになるんですかこれもちろんです怖すぎどうしますマスさん出っ張りのステージだからポロッと落ちちゃったんですよね怖い怖い怖い助けてー、はい、というわけでね、今回、目隠し踊ってみたでしたが、エスピスバージョンもまでやっていきたいと思ってますので確かに皆さん練習しといてくださいね以上あれピーびっくりしちゃったよそして素に戻んでやめてください誰がマロンだ誰もマロンじゃねえぞマロンって言ってないですよ俺はマロンじゃねえ変な声だ以上、あれピーエスピスでしたガチガチガチありがちオタクにありがち